今回は発達障害の診断がある人たちの中で成果や社会貢献をしている有名人やスポーツ選手をまとめてみました。今回の記事を読むことによって障害があってもいろいろな活躍している人たちがいることや特性が有利に働くこともあることを知ることで自己理解を深めて自分の得意を生かしていこうという気持ちになってくれると嬉しいです。1位、米津玄師。様々な共感を引き起こす歌詞とそれを素晴らしい歌唱力で歌い上げ若い世代を魅了するシンガーソングライター米津玄師さん。歌手としてだけでなくボーカロイドや絵の分野でも多彩な才能を発揮していますよね。20歳の時に高機能自閉症、いわゆる ASD の診断を受けたとご自身でカミングアウトしているんですね。その中でご自身を振り返ってみてこう言われています。幼少時代には外で遊ぶのが嫌い、両親ともうまく交流できない、友達ともうまく付き合えない、バンドを組んでもすぐに喧嘩して解散してしまう、他人の言ってることが理解できない、一人で作業するのが好きだった。幼少時代から続く違和感が診断を受けてストンと腑に落ちたのだと言います。2位、深瀬。人気バンド世界の終わりボーカルの深瀬さんも注意欠如多動性障害であることを公表しています。深瀬さんは雑誌のインタビューで発達障害と診断され精神病院の閉鎖病棟に入っていたことを告白しています。精神科に入院していた時の状況を深瀬さん自身が語る雑誌のインタビュー。もう挫折してボロボロだったのに、そんなお仕置き部屋みたいなところに入れられて、そこに1ヶ月ぐらい入院してってという感じでしたね。そこで結局なんで小学校の時に勉強ができなかったかがわかるんです。俺 ADHD っていう病気だったんです。勉強の成績も思わしくなかったみたいですし、集中して何かを覚えたりするのは苦手だったのでしょう。過去にはパニック障害の診断もあり、精神病院に入院したこともあるそう。そしてその入院先で、ここは世界の終わりだ、終わりから始めようという気持ちから現在のバンド結成につながったと言われています。3位、勝間和代。著作家、評論家として活躍する勝間和代さんも発達障害であることを公表しています。診断の時期については不明ですが、医師からは軽度と診断されており、特に服薬などはしていないとのこと。また勝間さんの公式ブログでは発達障害について次のように語っています。個人的には障害というよりは脳内ホルモンやバランスによる活動や性格の傾向、発達障害というと大げさに感じますが、とりあえず傾向と捉えて自分も認めるし、前の人にも協力を仰ぐのがいいのではないかと思います。人生を豊かにするライフハック本を多数発表してきた経済評論家の勝間和代氏、発達障害の傾向があることを公表している彼女だが、最新の著書自由もお金も手に入る勝間式調スローライフでも、ロジカルに考え抜かれた仕事術や料理、健康管理といった自身の実践でしっかり稼ぐと穏やかに暮らすを両立させた自宅快適ライフを紹介している。自身の特性を理解しながら手に入れたストレスフリーなライフスタイルには、全ての人が変化を余儀なくされるアフターコロナ時代を幸福に生きるためのヒントが詰まっている。4位、栗原類。モデルや俳優として活躍する栗原類さんは8歳の時に障害の診断がついています。発達障害による影響はこれまで栗原さんの日常に大きな壁として立ちはだかりました。その障害の壁を栗原さんはどのようにして乗り越えてきたのか、そこには周囲の手助けや栗原さんが考える数々の工夫がありました。いくつもの発達障害の特徴が現れた少年時代の栗原さん、しかし母の泉さんやうつ病や発達障害が専門の主治医高橋萌さんからのアドバイスがきっかけで発達障害を乗り越える糸口を見つけてきました。母の泉さんからは、例えば
顔の表情が出にくいのなら、言葉で相手に感謝の気持ちを伝えるといったアドバイスを受け、今でも実践をしています。そして、主治医の高橋萌さんからは、相手の言うことや行動に即座に反応するのではなく、立ち止まって考えるということをアドバイスされます。5位、山口尚秀。山口尚秀さんは愛知県出身のパラリンピック競泳選手。東京2020パラリンピックでは、男子平泳ぎ 100m14 において金メダルを獲得しています。3歳の時、知的障害を伴う自閉症と診断され、幼い頃よりこだわりの強さや他者とのコミュニケーションを取ることに苦手さがあったと言われています。また、弟様からは、感情の制御が難しいとのコメントもあります。現在は身長187センチ、体重85キロと恵まれた体格ですが、幼少期より体が大きかったそう。その体の大きさと感情の制御の難しさから、ご両親は他の子に怪我をさせないように、と、人が少ない夕暮れの時間に外で遊ぶようにしたり、時には市外まででかけて遊ぶこともあったとか、ご両親としては、良いところを伸ばすという教育方針もあってか、自らが進んで取り組みたいと思えた水泳に打ち込めたことが、素晴らしい結果につながったのかもしれません。6位、古谷杏樹。古谷杏樹さんは知的障害と発達障害があり、複雑な運動は苦手だと言っています。しかし、16歳の時に学校のマラソン大会で、賞状をもらったことがきっかけで陸上競技を始め、2017年の世界選手権女子 800m 知的障害クラスで、銀メダルを獲得しています。また、東京2020パラリンピックでは、陸上女子 1500m に出場し4位入賞をしています。陸上競技については、大会ごとに自己心をずっと、塗り替えることがやりがいのあること、と語っており、やりがいを感じながら自身の競技に取り組めているようです。7位、長嶋茂雄。ミスタージャイアンツと呼ばれた長嶋茂雄は、類稀なる野球センスとそのユニークなキャラクターで、私たちの父親世代の心をわしづかみにしました。野球界で最も愛されたスーパーヒーローです。しかし彼のエピソードには、注意欠陥障害を思わせるものがいくつもあります。アットは注意力が散漫で、忘れ物をしたり人の名前が覚えられない障害です。せっかくホームランを打ったのに、一塁ベースを踏み忘れて、アウトになったエピソード、一塁に出塁している時に、夢中で走って二塁走者を追い越してしまったエピソード、そして最大の長嶋伝説は、幼い頃の息子の和茂を後楽園に忘れて、帰ったエピソードではないでしょうか。長嶋茂雄だから、大物感あふれるほのぼのとした笑い話となっています。ですが、有名スターが子供を置き忘れて帰るなんて危険極まりなく、障害者のしでかしたこととしか考えられないですよね。8位、真鍋かおり。10代の頃からテレビで活躍している真鍋かおりさんは、インタビュー内で ADHD の傾向があることや、ADHD の特性による失敗体験について話しています。じっとしていることができないため、カメラの前のバミリに立っていられないんです。真鍋かおりさんは大学生の頃、一人で牛丼屋で食事していたところをスカウトされ、大学在学中にグラビアタレントとしてデビュー。その後、数々の番組でコメンテーターとしても活躍している。結婚は、真鍋さんがもともと伊右衛門の吉井さんの大ファンで、同時離婚してシングルだった。吉井さんに真鍋さんからアタックした。2015年には子供が生まれていますが、性別は明かしていません。真鍋さんのプロフィールを見るとわかると思いますが、彼女も高学歴の持ち主です。しかし自身に発達障害があると気づいたのは、20歳を過ぎてからのことです。すでに芸能活動をしており、収入も得ていた頃です。症状としては、立ち位置にずっと立っていられない。打ち合わせで突然歌を歌い出す。打ち合わせ中突然ふらりと出て行ってしまう。当日の衣装を忘れてくる。話を振られても人の話を聞いていない。
5から7歳の子役の子でも、しっかりやっていることが自分にはできない。何度もマネージャーに同じことで、叱られ土下座をしても次にまた同じことをしてしまう。すでに芸能人として仕事を始めてから5年ほど経った頃、たまたま手に取った本に ADHD のことが書いてあり、まさしく自分だ、と思いクリニックを受診しましたが、実際に ADHD の診断は下りましたが、彼女の場合すでに仕事などを通して、自分をコントロールする術をつけていたので、クリニックですることは何もありませんでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。